指定津奈正は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。京都府山品の休暇出身。教員、指定彦四郎の長男として生まれる。京都市中、大阪陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1915年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍騎兵少尉に任官式兵。 第23連隊付となる。1922年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。陸軍騎兵学校教官、ドイツ駐在、陸大教官、県参謀本部員などを経て、1935年8月から1939年3月まで、自重部官を務めた。その後、騎兵、第23連隊長、陸大教官、 陸大研究部主事を歴任し、1940年8月、陸軍少将に進級。陸大幹事として、太平洋戦争を迎えた。1942年12月、第一方面軍参謀長となり、1943年10月、陸軍中将に昇進。1944年10月、第94師団長に、親補され、マレー半島に赴任。 1945年5月、ビルマ方面軍参謀長に移動。同年7月、関東軍総参謀副長に発令され、認知に向かう途中、台北の松山飛行場において、飛行機事故により殉職した。なお同期には、大連に向かおうとしていたスバス・チャンドラボースも同乗しており、全身やけどを追い死去した。陸大学生として、 昭和9年頃に1年間教えを受けていた高山信武によれば、陸大教官としての史デは、姿勢温厚、上儀に厚い人格者であったが、戦士の話を何よりも好むタイプで、戦士研究と戦士教育は他の追随を許さず、その造形の深さと教育に対する情熱によって、多数の学生の尊敬と信頼を集めていたという。ありがとうございます。